絶望的な火曜。鬼人リンコ。今回は彼女の奥義を試運転。どう見ても狂っている性能。その実力はいかに？まずは奥義の威力を検証。対戦相手は宿敵。イカ野郎に絶対を。役分は一見にしかず、全身全霊の一撃。じっくりお楽しみください。後悔するがいい。これが私の真の実力だ！絶望の幕開け。我の使役する無数の地の能力、その力を示せ！丁寧に仕込み。呼吸トス。氷の世界で全ては停止する。永遠の身。限りない性質。これが終焉よ。さらに仕込み。そろそろ本気で行くわよ。羽目を外した私たちの実力見せてあげるわ。私たちは止められない。準備完了。主役の登場。この左腕、できれば震いたくなかった。こんなん頭おかしくなよ。ついに完全勝利。しかし、ここで予期せぬ事態。リザルト画面に移動できず、バトル自体が無効に。汚いな、さすがイカ汚い。ワンターンキルは想定外なのか？威力はすごいと分かったので実戦に。精神のボスではないですが、ストーリーイベントに挑戦。ある程度戦えれば、今後の指標になるはず。まずは SP をチャージ。ボス戦に向けて準備。燃えろ。お色直し間に合うかな。このいや、ほら髪の残りは大丈夫ですね。えいほらメッセよ。はえいチャージ完了。どこまで削れるか。いや、ほら我の使役、その力を示せ。この左腕、できれば震いたく。ふわ、相場いなのに。これはエースの器。ご覧いただいたように、敵にとっては、絶望という言葉がふさわしい、恐ろしい火力でしたね。演出時間も短い印象なので、魔性最高のアタッカーとして、あらゆる場面での活躍を期待。世界をぶっ壊してほしいですね。もう半分壊れてるけど。ご視聴ありがとうございました。のんびり動画を作っていくので、今後もよろしくお願いします。